皆さんこんにちは。クシタニの2017-18秋冬コレクション、これを3つの状況に合わせて考えてみました。ロングツーリング、ショートツーリング、そして今回はアーバンという使い方を考えてみたいと思います。ロングツーリングとショートツーリングでは走ることに重きを置いていましたが、アーバンユースを考えてみた場合に、例えば自宅でバイクに乗る、そこから学校に行く、会社に行く、あるいは近所の喫茶店に行く、そういった街乗りをする際にはバイクに乗っている時間よりもバイクを降りた後の時間の方が長く、もしくは大事になってくるシチュエーション、そういったことが多いのではないでしょうか。そこでバイクを降りた後もずっと着ていられるバイクウェアを作りました。そこで街を行く人々、街の景色、そこで浮かないように、そこに溶け込むことができるように、スポーティーなデザインというよりかは街乗りのファッションとして楽しんでいただけるデザインを優先しました。ただこれらのウェアはバイク用のライディングウェアですから、撥水であったり防水であったり防風、そして防寒、そういった性能を与えていますから、普段使いの中でもそういった性能を楽しんでいただけるのではないでしょうか。今私が着ているのがウィンターウィルジャケットです。マウンテンパーカー調のフードがついたスポーティーなデザインの簡易防水のジャケットです。普段着として使う場合にはスポーティーな雰囲気をあなたのファッションに加えることができるのではないでしょうか。これが秋冬コレクションの中で唯一コットンで作られているジャケット、ウィンタースワンクジャケットです。私たちが普段日常で毎日着ている服というのはほとんどがコットンではないでしょうか。そういった着心地のいい柔らかい服にもしもバイクのライディングウェアの性能が与えられていたらいかがでしょうか。この一着はライダーとしてのアクティブな印象にカジュアルな雰囲気を足してくれる、普段着として最も使い勝手のいい撥水のジャケット、アーバンジャケットです。バイクの形や目的地のドレスコードに左右されることのない使い勝手の良さをぜひ楽しんでください。ここまで紹介した秋冬コレクションのジャケットにはパッドは標準では付属しません。春夏コレクションに付属するパッドをこの秋冬のジャケットに移植して使い回しをすることができるんです。例えばワードローブにジャケットが複数かかっていた時に、それぞれのジャケットにパッドがあってはハンガーにかけた状態でもジャケットが大きくなってしまいますよね。そこで実際に必要な数だけお使いいただければいいのではと考えまして、秋冬コレクションからはパッドを省きました。その分その力を防寒性能や防水性能、そういったところに重きを置くことができるようになったわけです。そして秋冬コレクションのジャケットにはインナージャケットが付属します。このインナージャケットをベースとして、その上に着るアウターのジャケットは春夏用のジャケットも使えますし、またこの秋冬コレクションのジャケットも使うことができますので、インナージャケットを一つ軸にして、そのアウターの組み合わせで対応できる気温や天候をご自身の用途に合わせて調整してください。それでは最後にもう一着ジャケットを紹介します。このジャケットは秋冬コレクションの中で唯一インナージャケットの防寒性能をアウタージャケットに統合したシンプルでストレートな構造をしているウィンターチームジャケットです。このジャケットはブルゾンタイプのデザインで、これまで紹介したジャケットに比べてゆとりを持たせた形となっていますので、今お持ちのインナーウェアやインナージャケット、そういったお好みのものをこれに組み合わせることができます。今までに揃えたワードローブとこのウィンターチームジャケットを組み合わせて楽しんでください。クシタニの2017-18秋冬コレクションをロングツーリング、ショートツーリング、アーバンといった3つの状況に合わせてその組み合わせを考えてみました。ぜひ皆さんの用途に合わせてお選びください。真冬でも快適なバイクライフをお過ごしください。